1月8日、松山市市坪西町の愛媛県武道館で平成30年鏡開き式が行われました。この式典は新年を祝い、県内の武道9団体が一堂に集まり、武道愛好家の意識高揚や武道の普及振興を図ることを目的に毎年年上げに開催しているものです。この武道館も早いもので、今年は15周年を迎えます。スポーツの中核施設として広く皆さんにご利用いただいております。去年の国体では各種目で愛媛県の選手団の活躍した姿、皆さんも記憶に新しいんじゃないかと思います。やっぱり練習していてももちろん技術は監督なり先輩に習わないかんですけど、それに加えて自分でいろいろ工夫して、自分の力が上がった時に本当の喜びがあるんじゃないかと思います。これからまたオリンピックもありますけど、皆さんが楽しくしかも真剣に、関連に励んでいただきますように、期待申し上げまして、ご挨拶させていただきます。それではお願いします。式典後には各武道団体の講談社がそれぞれの武道に伝わる型を披露し、11種目の演武を行いました。張り詰めた空気の中、型が決まると館内からは拍手が送られていました。その後の稽古始めでは、各団体が一斉に稽古を開始し、館内には気合いの入った掛け声が響き渡りました。今年もより一層鍛錬に励むことでしょう。